師匠どうしたんですか？それお酒？ああルルアちゃん、そうなのよ、度数の高いやつなの。へえ、なんだか珍しいですね、師匠がお酒を持ってるなんて。でしょ、これ依頼の報酬なのよ。私お酒は絶対に飲まないって決めてるから。あれ、そうなんですか？なんだか意外かも。あら失礼ね、裏では飲んだくれて騒いでるとでも思った？そういうわけじゃないんですけど。でもどうしてなんですか？実は未成年だから。いやいや、ちゃんと成人してるわよ。失礼ね、ご本。あれは忘れもしない、成人したすぐ次の日よ。私はお酒デビューをしようとウキウキして酒場に入ったの。でもそこでね、巻き込まれてしまったの。巻き込まれた？ええ、とんでもない酔っ払い女性二人組の宴会にね。あの時はすごかったわ。だって巻き込まれた後の記憶残ってないもの。うわ。後で聞いてみたら、アーランドでは有名な二人組らしくって。まあそれはいいんだけど、あの二人を見て思ったの。あの二人みたいにならないよう絶対にお酒は飲むまいって。ああ、そういうことだったんですか。ルルアちゃんも覚えておきなさい、酒は飲んでも飲まれるなよ。はい、肝に銘じておきます。作られた機械文明の名残って言われてるわね。昔から冒険者たちが内部を調査してはいるが。ねえエヴァ、ここなんだかフェルスガラクセンに似てない？さすがルルアちゃん。フェルスガラクセンはね、オルトガラクセンと似てるからガラクセンって呼ばれるようになったんだ。魔物、
かもなかなか手応えがありそうだ。油断するなよ、ルルア。私も頑張る。これは痛いよ。行きなさい。君たち、こちらを見てくれたまえ。さあ、一発。厳しいな。フィクス、私の名前はフィクス。怪しくないお兄さんで覚えておいてくれたまえ。いや、助けてもらっておいてなんですけど、怪しいことに違いはないような気が。そうだな。なのにあんなに都合よく。おい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 。いや、本当です。とっても強そうな魔物がいるね。いやー強そうだ。とんでもなく強そうだ。あ、本当だ。ねえルルアちゃん、ひょっとしてあれが。うん、課題の魔物かも。どうしよう、普通の魔物にも苦戦してるのにあんなの。ということで。え？リドルが光った。なになに？うんうん。なるほど。みんな聞いて。あの魔物、なんとかなるかも。え？本当？どんなことが書いてあったの？ルルアちゃん。すごい道具を作る方法が書いてある気がするんだ。調合に工夫をすれば今までより強い道具を作れるみたい。もっと読み込んでみないと分かんないけど。なるほどな。そんな道具が作れれば確かにあの魔物にも。いや、ちょっと待ちたまえ。特別。うん、一旦アトリエに戻って解読を進めてみよう。おい、ちょっと君たち。強い魔物と出会った時に都合よく強い道具の作り方が浮かんでくる。やっぱりおかしい。アルケミリドル、絶対に何かある。そう、まるでルルアちゃんを手っ取り早く成長させるために。師匠、早く早く。はーい、今行くわ。誰が仕組んだか知らないし、どんな目的があるのかもわからないけど、お姉ちゃんに相談しておいてよかったのかな。これからも師匠としてちゃんと注意はしとかないとね。フェルスガラクセンと似てるけど、こっちの方がしっかりしてるかな。
出発だね。楽しいお出かけになるといいね。ここがこうなってこうなるから、もう少しですごい道具の作り方が。